クリスさん、おはよう。かわいいね、きらびやかだね、君。めちゃめちゃきらびやかだ。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございます。グリーチャンネルの、サブチャンネルへようこそ。ということで、ごめんなさい。ちょっと今日ね、時間が取れなくて、サブチャンネルでね、毎回恒例のトリミング動画やっていこうかなと思います。じゃあグリーさん、じゃあトリミング前のグリーさんやるよ。かわいいね。はい、ということでトリミング前のグリーさん、ちょっと軽く見ていきましょうか。はい、グリーさん、ちょっとお顔見せてください。見してよ、顔。はい、お顔の毛がこんな感じですね。結構伸びました。はい、でボディの毛はだいたいまあ 0.5 ミリぐらい伸びたって感じですかね。尻尾もまん丸してて可愛いね。はいはい、よし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 、胸毛も伸びたよ。胸毛もぼちゃぼちゃだね。はい、ということで、すごいざっくりではありますが、今回のね、トリミング前のグリーさんでございました。よしよしよし、うわー、かわいい。で、今日のオーダーはですね、前回に引き続きお任せでお願いしようと思います。で、ちょっと寒くなってきたの、なんかこれ面白いな。羽が生えちゃったみたいなね。はい、どうでもいいです。前回に引き続きね、お任せでオーダーしようかなと思ってまして、で、ちょっと気づいたことがあってね、あんまり変わってないじゃんって思ってたんですけど、ちょっと耳の長さがね、やっぱいつもよりちょっと長めに撮っていただいてるみたいなんですよ。やっぱりね、トリマーさんってね、やっぱこういう風にしたら可愛いっていうのを一番知ってるプロの方だと思うので、まあ、今回も顔周りのカットとかも全部お任せして、で、ボディの毛だけはちょっと寒くなってきたので、少しね、長めにしようかなと思ってます。はい。ってな感じですかね。頑張ろうね、トリミング、トリミング、チャキ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 って綺麗にしてもらおうね。うん。綺麗になるよ。ねえ。グリ、トリマーさんのこと大好きだからね。トリミングの日結構嬉しいんだよね。はい。ということで、じゃあ、いつもの行きますか。グリさん？じゃあグリ、トリミングに行く犬は？ハウス！おー、すごい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 。はい、天才ですね、あなた。あなた天才ですね。はい、いいか、いいか、いい子よ。はい、ということで、今日もね、トリミング頑張っていきましょう。安全運転で行ってきまーす。皆さんは愛犬がトリミングに行ってるとき何をしていますか？僕は愛犬のいない家に戻るのがとても寂しいことなので、カフェでこうして時間を過ごすことが多いです。よくご質問をいただきますが、大体は愛犬をトリミングサロンに預けた後、近くのカフェに行って、いろいろ溜まっている作業をしています。答えになっているでしょうか？皆さんの愛犬がトリミングに行った時のおすすめの過ごし方があったら教えてくださいね。それでは戻りましょう。坊主が帰ってきました。じゃあ、行きますね。トリミング後のグリさんまで。3、2、1。ピラ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 。かわいい。かわいい、グリ。めっちゃかわいいじゃないの。はい、ごめんね。はい、わかってます。ご褒美買ってきたからね。これ、何も言ってないのに、ここに置いといたら、置いといたら、置いといたら。ホワじゃないんだよ、ホワじゃ。ここに置いといたらもう速攻自分のって気づいてね、欲しがってますのであげます。薄い馬の秋です。オッケー、グーグル。ちょっと待ってね。よいしょ。はい、どうぞ。うわ、かわいい。いやー、かわいすでございますな。これ結構硬いね、薄いアキレスのくせにね。しっかりと硬さがあるね。はい、ということで、今回のカットはこんな感じになりました。前回同様ね、もう、トリマさんのセンスで、というか、お任せで、という感じで、カットしていただきましたが、いつもとどっか違うかな？なんかちょっと違いはよくわからないけど、いつもと大体同じかな。とっても可愛い。素晴らしく可愛い。なんだこれ。天使かな？すいませんね、親バカで。いやー、かわいいわ、グリ。いや、かわいい。何それ。
うわ、かわいい。ポニーテールとシュシュって感じじゃないけど、今日のカットのイメージね。うわ、かわいい。うわうわうわ、すごい。大きな口だね。いやー、かわいいよ。ちゃんと右の奥歯と左の奥歯をね、切り替えながら、顔が歪まないようにね、意識してるんでしょうね、きっと。今回は右の奥歯。次が前歯からの左奥歯。かわいい、君は。ちょっとこの隙にいろいろ見ていきましょうかね。はい、とりあえずお顔はこんな感じですね。いつも通りとっても可愛いです。はい、で足はこんな感じで、うわー、なんか可愛い。何この足。何この足。なんか可愛くない、今日の足。なんかつま先立ちしてるように見える感じのカットなのかな、わかんないけど。めちゃめちゃ可愛い。ほんとね、トリマーさんに感謝感謝ですね。グリ、自分で食べれるかい？ちょっと自分で食べてみて。はいはい、ということで体をちょっと見ていきましょうか。まずは頭から。頭は、もっこりふさふさくんって感じですね。で、体はピュー、素晴らしい曲線。素晴らしい滑り台だ。で、お尻はこんな感じですね。丸っこくて可愛いね、お尻も。で、足もね、可愛いね、長靴履いてるみたいで。今回もね、前回同様で少し耳や長めにカットしていただいたみたいですね。うわ、かわいい。なんじゃこれ。なんじゃこれ。これ実在する生き物ですか？これ。なんだこの、お願いしますのって。かわいい。べしって言った、べしって。まあ最近もね、お庭で毎日30分遊んで、お散歩は1時間行って、ご飯ももりもり食べてるんで、体つきがほんと良くなったな。ここら辺ね、ぎっしりこう筋肉でゴリゴリってしてますね。こうやって見るとなんかグラップラーバキみたいな感じですよね。よし、じゃあグリさん締めますか、動画。皆さんよろしいですか。はい、ということで今日はね、サブチャンネルの方で失礼いたしましたが、グリさんトリミングの日ということでトリミングに行ってまいりました。また明日の朝とかにちょっと自然光でね、グリがご飯食べてるシーンとか撮ろうかなと思いますので、まあ、今日はちょっと疲れもあると思いますので、ゆっくり、休ませようと思います。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさーい。バイバーイ。グリさんお疲れ様。